はい、どうもラッスンです。今回はね、今日の15時から登場したこちらミックスコラボガチャを引くべきかどうかって話していこうかなと思っております。まあこの動画は無課金美課金向けの動画になっておりますので、課金者の人はめちゃくちゃ引いてください。ということで結論から話していきます。はい、結論ですが、もう普通にスルーしちゃっていいと思います。その理由を今から喋っていこうかなと思っております。で、まあ今スルーしろとは言ったんですけど、まあそれは今の時点の話で、まあこれ今からガチャ見ていくんですけど、まあガチャとしてはまあ普通のいつものコラボガチャみたいな感じで、まあ60連目でまあ必ずここで欲しいキャラが一体手に入るって形になっております。で、70連目で PSR 絶対手に入ってまた最初に戻りますみたいな感じなんですけど、まあもともとこいつらキャラがまあ Twitter、まあ、X で発表されていて、でまあある程度性能が分かっていた中で、もうみんなどうなんだと、筋力練習改革ないじゃないか、あとはもうボーナステーブル次第だなみたいな感じになっていたと思うんですけど、正直ね、まあ、強いんですけど、このキャラたち強いんですけど、まあその環境当初の甘露寺のぶっ壊れぐらい具合とかそういうのを見る限り、第一印象としては強いんだけどってレベルなんですよね。こいつら絶対必須だろって目に見えて分かるレベルじゃないので、その点であんまし使う必要は、つまり引く必要はあんまし見出せないと思いますね。んで、まあ、今回まあかなり使われそうなキャラがこちらの赤井くんと立花総一郎なんですけど、まあ、それぞれ2キャラ、まあ、強さとしてはまあかなり2キャラとも強くて、まず赤井に関しては筋力ボーナスを20持っていて、通常14の固有6の20持っていて、で練習効果アップがまあ50で 30% でレベル35だと 15% 持っているって形の打撃筋力のキャラで、こちらの立花総一郎に関しては、まあ、得意練習があんまし、まあ、良くないんですけど、まあ、アーティストを持っていて敏捷ボーナス12を持っていて、であと精神ボーナスを持っている、練習効果50ですね。これがレベル50で練習効果50ついて、でレベル35では 35% つくような形になっているんで、まあ、無課金美課金の人はまあ基本的にまあ練習効果 35% で使っていく形になってきますね。まあ、練習効果 35% なんで、まあ、レベル35でもまあ十分強いとは思うんですけど、やっぱり練習効果アップ50っていうのがめちゃくちゃ強い。まあ、言ってしまえばまあ西矢大地のまあ劣化版テーブルみたいな感じなんですけど、それぐらい強く使いたいのであればレベル50推薦のキャラになっているので、もうますますね、無課金美課金の人が引く必要っていうのはあまりないんですよね。正直高いレベルで持っておけみたいなキャラになってしまってるんで。でデッキとしてはどうなるかっていうと、ここに甘露寺、甘露寺に関してはもう抜けないですね。なので今ガチャを引くっていうよりは少し様子を見る、もしくは次のコラボですね、次のコラボで甘露寺の代用が来るかもしれないという期待を込めて、そこまで石を貯めとくっていうのが、まあ一つの頭のいい石の温存のやり方なのかなと思っております。もともとこういうデッキになっていましたね。このシュバリエとかを積んだ、まあ前4編成になっていたんですけど、一応分かりやすいようにここにカナオですね、本来はカナオが入るんですけど、まあ、自分抜いてるんですけど、でここのシュバリエの枠に総一郎がまあこれは入るだろうっていう感じになってまいりました。多分これのデッキが最適解になる、まあ、もしくはこのカナオのね枠が、まあ、総一郎が一応高い敏捷ボーナスを持ってくれているので、まあ、ワンチャン抜けるんじゃないか、もしくは鹿場くんまで抜いて赤井くんを入れるみたいな感じにもなってくるとは思うんですけど、正直あんましいい状況ではないですよね。まあそれは何かというと、まあ、シュバリエってまあ常設キャラでみんなまあ持ってる人多いじゃないですか。でその持っている枠がさらにね、ここ立花総一郎まで入れば、このね佐伯宇佐崎甘露寺のこの右3人は必須なわけで、で今回総一郎が入れば本当にね、常設枠がこの鹿場くんで、ここも赤井くんに埋まってしまえば、もう完全もうなんかガチガチキャラのテンプレになってしまって、正直変えようが効かなくなってくるんですよね。まあそれまああんまし良くないですよね。まあそりゃそうですけど、なんでこの状況私憂いているわけですが、どうでしょうか。まあシュバリエが抜けるのはまあ時間の問題ではあったんですけど、正直ね、甘露寺を抜かすんじゃなくて、甘露寺を入れて、かつその別のキャラ、
それ以外のキャラで必須パーツを作ってしまうっていうのはあんまし自分良くないと思ってるんですけど、皆さんどうでしょうか。これなんだろうね、そういう商売なのかな。なんか最近っていうか近年かな、まあ、昔はさ、いろんなキャラを使えた環境にあったわけですけど、まあ、どこかしらから、まあ、個人的にはアスレティス強化の終盤ぐらいから、まあ、どんどんおかしくなってきましたよね。だから絶対にさ、必須なキャラっていう枠を設けて、でまあそれを持ってない人はまあもう最初からお払い箱にされてるっていうか、まあ、今回で言えば甘露寺ですよね。甘露寺持ってない人はどうしてもね、立花総一郎とか赤井くんとか、まあ嫌でも引かなきゃいけない人っているわけじゃないですか。そこら辺がまあ個人的にどういう商売してんのかなと。で立花総一郎に関してはまあレベル50にして欲しいようなもう前提のテーブルもしてますし、なんでもし甘露寺難民の人がいるならば、場合によっては立花総一郎は引かなきゃいけないかもしれないですね。レベル35だとしてもやっぱり新アーティスト、そして守備131が狙えるような査定になっておりますので、守備力上限アップ、これから131の環境がもしかしたら来るかもしれないんですよね。そのためにもしかしたら揃えておかないといけないっていうのもあるかもしれないんで、甘露寺難民は、まあ、私含めなんですけど、甘露寺持ってない人に関してはちょっと引くのも視野に入れつつなんですけど、現時点で引く意味は全く、まあ全くではないですけど、そんなにないですね。まあワンチャン総一郎よりまだシュバリエノンが使えるくねっていう考えもあるかもしれないですし、まだ完全にそのテンプレートって固まったわけじゃないので、まあここら辺まああと数日3日ぐらい様子見つつ、まあ、本当に必要ならば引くみたいな、そういう判断が、まあ、できればいいのかなと思っております。まあ、とにかくね、現在のテンプレートデッキが、まあ、どんどんおかしくなってきてね、本来は甘露寺をどけてほしかったんですよね、自分は。てかみんなもそうだったでしょ、みんなもそうなのにその他のキャラがどけられてしまったと。まあ、シュバリーに関してはまあ時間の問題ではあったんですけど、それにしてもまあちょっと立花総一郎今回レベル50にしたらもうかなりね強さが変わるようなキャラを、まあ、こういう感じで必須パーツにしてしまったらまあどうなのかなという私の考えも述べつつ、まあ引くべきかどうかな動画でしたと。はい、ということで皆さんコメント欄で自分たちの意見を教えてもらえると嬉しいです。ということで次の動画でしょ。バイバイ。